天子つ久は、戦国時代の武将、大名。出雲守護大、後出雲守護。下記のことから十一カ国大使と言われる。長六2年11月20日、出雲守護大、天子清定の着難として、出雲国に生まれる。陽名はまた郎。文明六年、人質として、出雲、飛騨、沖、大見守護を務める主君。京国政権の京都屋敷へ送られ。 この後5年間、京都に滞在する。滞在中に元服し、京国政権の返記を賜り、常久と名乗る。5年目に京都の滞在生活を終え、出雲国に下校する。文明10年までに父から家督を譲られた。当初は京国氏側の立場であったが、次第に国人衆と結びつきを強くし、室町幕府の命令を無視して、政権の自社領を横領し、 日本赤紅葉線の赤公用船の単線の徴収拒否などを続けて、独自に権力基盤を築く。だが、その権力基盤の拡大途上で、西出雲の縁屋氏と対立するなど、権力拡大には限界があった。さらに、これらの行動が原因となり幕府、守護、国人からも反発を受け、文明16年に居城を包囲され、守護大の職を剥奪されて、 出雲から追放された都構成の軍記物では書かれているが守護大の職を割れたのみであり、出雲に在国したまま一定の権力は保有していたものと思われる。実際に、長京2年、出雲の国人、三沢氏を攻撃し降伏させるなど、その権力が衰えてはいなかったことが確認できる。ただ、守護代の地位に返り咲き、完全復権を果たしたのは、明王9年であり、 大見国で大家騒動に敗れて下校してきた政景との関係は修復した。そして、政景の死後、出雲大社の造営を行った上で、常久は、新寺氏との婚姻関係を進め、対立関係にあった縁屋氏を圧迫するなど、出雲の統治者としての地位を確立し始める。なお、政景は、孫の吉道寺丸に家督を譲り、永賞5年に死去、常久は、 吉道治丸の貢献を託されたとされるが、吉道治丸は、ほどなく行方不明となり、常久が事実上出雲の主となっていった。ただし、その後も常久に抵抗する出雲国内の動きは続いており、常久が出雲国内を完全に掌握したのはそれから10年以上を経た大英年間に入ってからである。英正8年、最国の代大名である須を山口大内氏当主。 大内義雄が上落この上落に常久は従い、京都では船岡山合戦に参加したとされているが、詳細は不明。永正九年、ビンゴ黒人の大場山城主、越田目信の大内氏への反乱を支援している。この時期に、次男の天子国久は、細川高国から、三男の縁屋沖久は、大内義雄から返旗を受けており、 両者との関係を親密にしようとしていたものと思われる。英雄十年、常久は弟の久幸に法規国の南条宗勝を攻めさせる一方、着難、天子正久を反旗を翻した、桜井入道集敵の子も羅葉城へ差し向けた。しかしその最中、正久は矢に当たって命を落とした。英雄十四年、大内義雄の岩見守護就任に納得できなかった。 全員岩見守護山梨と手を結び、岩見国内の大内方の城を攻めている。ただし、この時の大内氏との戦いは、小り合程度のものであり、英正十五年に本国、巣王国に帰還することになる大内義雄の在京中より、常久が大内領の侵略を行っていたとする見方は、正確なものではない。また、同年に、備中国北部に力を持つ新見氏と手を結び、 三村氏を攻撃している。英称17年、常久は、出雲国西部の支配を、ようやく確立することになる。だが、一方で、ビンゴ国の山内氏や秋国の獅子都市など国境を、接する黒人領主たちとの対立を生み、特に、山内氏の出雲国内への影響力は無視し得ない、ものであった。そのため、ビンゴ秋への進出は、 出雲の国内支配の安定化の必要上欠かせないものであり、それは同地域に利害関係を持つ大内氏との軍事的衝突をも意味していた。大英元年以降、天子氏は岩見国に侵入した。秋国へも手を伸ばし、大英三年には重臣、亀井秀綱の命で参加の秋国人である毛利氏に、大内氏の秋経営の拠点である鏡山城を攻めさせた。 もう年家当主、毛利行松丸の叔父である元成は策略を使い、上主、倉田ふ信の叔父、倉田直信を寝返らせ、上主、防信が自害し鏡山城は落城した。後に、直信も自害させられた。大英四年、常久は軍勢を引き西方機に進行し、南城宗勝を破りさらに守護、山名澄之を敗走させ、一晩にて、西方機を手中に収めた。 敗北した、放棄国人の多くは、稲葉、田島へと逃亡し、南条宗勝は、田島山梨を頼った。しかし、同年には、天子方であった、秋武田氏、友田氏が、大内氏に敗北し、毛利元成は、伊母帝である、愛愛元綱との内噴の後の大英語年に、天子との関係を解消して、大内氏に所属を変えた。これらにより、 天子氏に傾いていた秋国内の勢力バランスが変わることになった。毛利氏の離反は、毛利氏の後継争いに、天子家臣、亀井秀綱が介入したことが大きな原因とされているが、実際には、常久の強い意向が働いていたと思われる。大英六年、後期、貧乏守護職であった山梨が、藩天子方であることを鮮明とし、天子氏は、大内氏。 山梨に包囲される形で窮地に立たされる。翌大英七年、常久は自らビンゴ国へと兵を出兵させるも細、たくさんの戦いにて、党を貴婦んに敗走し、甘子方であったビンゴ国人の大半が、大内氏へと寝返った。京六元年、1528年、再び常久は自らビンゴ国へと赴きたが山氏の、 しとみやまじろめこれを陥落させるも、同年5月には、岩見国における天子方の高橋氏が、毛利和知氏により滅ぼされている。協力三年、三男、縁やおきひさが、は天子派であることを鮮明にして内紛が勃発した。この時におきひさは、出雲大社、学園寺、三沢市、高氏ビンゴの山内氏等の諸勢力を味方につけており、 大規模な反乱であったことが伺える。また、同時期には沖久は、大内氏に援助を求めており、常久も同じ時期に文を持って伝えている。結局のところ、消極的ながら、大内氏は、常久側を支援する立場になっている。当時の大内氏家臣、と沖久が、協力3年5月28日に記した書状を、見るにしても、沖久は、 常久と真っ向から対立しており、さらには、常久の攻撃を何度も退けていることが伺える。また、大内氏は、両者から支援を求められるも、最終的には、常久側を支援しており、天子氏とは僕している。だが、この反乱は、天文3年に鎮圧され、おきは、ビンゴ山内氏の公立上に逃れた後、追いである選球の攻撃等もあり自害した。 その後に首検証のため、塩漬けにした沖久の首を天子側へ送っている。沖久の遺領は、常久の次男、天子国久が継いだ。また、同時期には、沖国の国人、沖田目清が反乱を起こしているが、すぐに鎮圧されている。同年には、戦休は、三正国へと侵攻し、これを天子氏の影響下に置く。また、 その後も、備前へと進攻するなど勢力を徐々に東へと拡大していった。この後、戦九は大友氏と共に、半大内四方移毛に参加している。天文六年、常久は徳を着村の戦九に譲っている。同年には、大内氏が所有していた岩見銀山を奪取している。大友氏と大内氏の争いが続いていたこともあり、東部への勢力を、 さらに拡大すべく張りまし後の赤松正助と戦い、対勝する。これに正助は一時、淡路国へと逃亡する。翌年の天文八年、別所氏が牢上する、三木城が天子方へと願いったため、正助は、境へと逃亡。これにより戦球は経営上落する構えを見せたが、大友氏が大内氏と和解、さらには天子氏とのは僕を破棄され、 岩見銀山を奪回された。同年、大内氏によって、天子氏から遠平を受けていた、秋甘子方の武田氏居城、佐藤銀山城が落城、当主、武田信実は一時、若狭国へと逃亡する。そのため、選挙は、出雲国へと撤退した。これにより、大内氏との和睦は、完全に破綻し、天文9年、大内氏との早期決戦を目指し、大内勢力下に、ある、 秋国人の毛利氏の討伐を、武田真実の要請も受け入れ戦球は出陣。周囲の形勢は、天腰に有利であり、その軍勢は諸外国からの遠平も加わり3万機へと、膨れ上がっていた。この大軍を引き、吉田軍山城を包囲、大内との決戦に備えるも翌年には、五島神社にて、戦勝祈願を終えた、と高房率いる大内遠兵に満期との激戦の、 末に敗北し、天子氏は秋での基盤を失った。天文十年11月13日、合算戸田城内で死去した。去年84、ありがとうございます。